群馬県前橋駅に到着しました。本日は6月4日土曜日です。ライブの出演がありますのでやってきました。6日前にも高崎来たばっかなんですけれども、またやってきましたよ。なんかスタンプラリーやってるの今知ったんです。さっき知った。ここかな。左が北、右、左が南口で、北が北口、赤木山口とあります。あ、これか。前行ったの桐生か。前橋はだいぶ前に来ましたね。シェアサイクル、工具部。で、下にはマック。いや、あれ、あの昔洋華堂があったらしいですね。あ、青 L？ あ、インサイトなのここ。だって会場の前橋中央イベント広場、これちょっと離れたところにあるらしいので。歩きます。なんだこれ、耳に引っかかった。おお、これびっくりした。ぶつかります。ぶつかるところでした。ケヤキウォークに行く。あ、サンマかわいい。4いいね、これかわいい。元気ですか。アクエルか、キュンか、王じゃなくて微妙に、微妙にチョン、キュンの下の部分がある。これアクエルか。高崎駅行きのバスもあります。どのぐらいかかるんだろうね。4駅ぐらい。国立赤城青少年交流の家に行くバスがありますね。バスめっちゃ、あら、かわいい。群馬ちゃんバスだよ。で、その前橋中央イベント広場っていうのは JR から来ると徒歩15分ぐらいだそうです。上毛電気鉄道、あの桐生、西桐生駅から出てるやつが中央前橋駅ということで、ちょっと離れたところにあるらしいんですね。まだ行ったことがないんですが、そこからだとまあまあ近い。これでも5分ぐらいでしょうか。今日は夜のイベントなので、まあゆっくりって言っても12時前、1時前かに出てきました。まあ高崎のお友達ライブはいつもね昼間なので、どうしても朝早く出ますけれども、ゆっくり出られるのはいいけれども、周遊は今日はしないです。もう終わる頃には真っ暗ですし、
東京着く頃にはもう店全部閉まってますんで、東京どころじゃない。埼玉とか埼玉県内でも場所によってはもう間に合わないと思うので、前橋では昨年の10月にイベント出させていただきまして、その時はねもう本当に標高がすごく高い、あの第5グリーンフラー牧場でしたっけ、そちらでのイベントでした。同じ前橋市内なんですけれどもね、今日は徒歩で行けるところだったんでね、車とかはありません。まあ、やはり県庁所在地ということでね、歩いても全然ねあれですね、都会感がすごいですね。普通だったらっていうか他だったらね、ちょっと歩いたら山がドーンって見えるようなところが多いですけれども、で帰りの電車を調べまして、結構前橋から、高崎線直通の電車がありますね。1時間に、まあ、夜とかちょっとあんまり詳しくは見てないんですけれども、あの高崎線の乗るとね、高崎駅止まりがほとんどだと思います。そして正しいことを言うと、高崎から新前橋、ここまでが上越線で、そこから分岐してこの前橋までが前橋から小山、前橋を通って小山に行くのが両毛線ということで、もう2つの路線をね、またいでるんですよ。前橋から行くと両毛線で上越線通って高崎線に行くと、それで湘南新宿ラインとかだったらね、もう東海道とかも行ってるわけですから、便利な時代ですね。さて大通りね、出てきました前橋本町2丁目、もうちょい先、あっちか、きっかけじゃなかった全然。でこの道を右斜め前っていうんですかに行くと、中央前橋駅方面、ぶつかりはしないんですけれども、そちらの方に行けるようです。こっちじゃダメなんだね、左レーンにいないといけない。こっちからはいけない。いけないんだ、こっからは。なるほどね。これダメですね。いけないですね。ってことは、ちょっと、どっかくねくねしていくのか、くねくねとか言っちゃった。わからないね、これ。全然わかんない。やばい、これ。車だったら、あたふたしてるわ、これ。五差路ってやつですかね。1,2,3,4,5 で、私はいつになったら青になるんでしょうか。方角、行き先もすごいですね。高
深崎県庁、赤城山、赤城山、富士見、足利桐流、足利は栃木県ですね。あの東武伊勢崎線、館林は群馬県、足利は栃木なんで、栃木を一旦通ってまた伊勢崎群馬県に入るということで、まあ、館林がねちょっと出るんだよね。ちょっとなんかと、うん、なんて言ったらいいんでしょうか。地図を見てください。東武線は本当に、株主優待券があるとかなりお得なんですよ。もう一区間一回の乗車どこまで乗っても定額ということで、それを金券ショップで手に入れるとね、本当に節約がはかどります。あ、出た出た、群馬ちゃんバス、バッシュとか言って、ちょっと口が回ってなくてごめんなさい。かわいいかわいいかわいい。佐野にもね、佐野丸くんバスだっけ、あったような気がします。群馬何もないとかよく言いますけど、あるじゃないですか、群馬ちゃんが。こんなに全国的に人気な、人気に、人気ですよね、人気ですよ。あの人気で有名なキャラクターってそんなにないじゃないですか。くまもん、あと何、ふなっしーはね公認じゃないんであれですけど、やっぱりそれだけでもグッズの売り上げとかはあるんじゃないでしょうかねと勝手に思っておりますが、どうなんでしょうか。特製抹茶アイス、抹茶美味しいですよね。ここは曲がるのか。あ、アーケードになってる。あ、しかもすごく下がってますね。下ってる。帰りが辛いやつだ。
ドレッシングの自販5、600円します。あそこ、いや違うよね、あれが県庁、市長、電車の中めちゃくちゃ寒かったんですけど今は暑いですね、やっぱ歩いてるからか。スズラン、よく聞くね、百貨店でしたっけ、よくでもないか。はい、到着しました。ここですね、では、じゃあ行ってきます。